はい、どうも、コミです。さあ、今日もサムライさんとのね、JWC J1 第3本目の動画行ってみたいというふうに思います。今日はですね、ちょっとタウンホールの処理方法に関して話をしていこうかなと思っていて、この方法を身につけるとかなり戦術の選択の幅が広がります。かつ、大幅に皆さんが持っている戦術を入れ替えたりとかする必要があんまりないので、単純にもう自分のカードが1枚ね、手札が増えるような感じになると思って見てもらえたらと思います。ぜひね、どんな人にも参考になると思うんで、最後まで見てもらって、いいなと思ったらグッドボタンにチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ということでですね、早速見ていこうと思うんですけども、どれからいこうかな。これかな。エースさんがね、これよくやってるんですよね。まあ、ライドラを使う方は、これ割かしよくやると思いますが、実はライドラだけじゃなくて、いろんな場面で使えるんで、まあ、まずはオーソドックスにライドラでよく見られるっていうところからね、触れていきたいと思います。まあ、しっかりジャイアントアローを決めてね、ここのね、エアスイーパーをアロー一発で折るのはうまいな。これはすごくアローのコントロールがうまかったと思う。で、ライドラを出していって、で、ここまでは普通ですね。普通にライドラに後ろから突撃感を当てていきます。で、エアスイーパーもないので、ここで、トームを当ててあげて、トームはヒーリングトームも入ってますね。で、塗装タウンホールまで持っていくと。はい、これだけなんですね。今日喋りたいこと、これだけです。はい、皆さんこれをやりましょうって話です。で、トルネを食らって赤爆弾も食らってるけど、見てください、これ。バルーンがちゃんといれば、レイジフリーズできっちりタウンホール落としてくれます。はい。こんな感じ。で、今、バルーンの仕事は、ほぼほぼタウンホール落としたことぐらいですね。まあ、言ってみれば、この辺のグランドウォーデンの像も落としてるっちゃ落としてるけど、まあ、そこはそんなにって感じだよね。バルーンのバリュー的には。で、あとはライドラで、中心部分をがっつりえぐって、終盤は、キングクイーンで。これ、ロイちゃん使わないでやるパターンかな、もしかして。そういうね、目論みかもしれませんが。まあ、それぐらいの威力が余ってますよね。圧倒的です。で、これもハードモードでやっててこれなんですよ。だから、通常、突撃艦だったり突破兵器ってタウンホールさえ取ってくれたら、もうそれで十分っていう風な、攻めと守りのバランスに今なってるってことなんですよね。多分ね、ハードモードを使うのって皆さん、こういう大会とかに出なければ、ほぼハードモードって使わないと思うんですよね。だからノーマルモードで、これやったら余計にアドバンテージがあるっていうわけじゃないですか。ロイちゃんなしですね。はい。で、ライドラも大量に生き残っていて、グランドウォーデンもクイーンも、キングも生き残ってますというね、もう、完全に圧勝です。まあ、ライドラがすごくうまかったっていうのはもちろん、途中のね、サイドカットとか、アローとか、やるべきポイントをきちんとやっていて、外してないってところはもちろんあるんですけど、だけど、この突撃感っていう要素を、ぜひちょっとね、皆さんにも、意識的に使ってほしいと思って、今日、こう動画をね、回します。これ僕初見で攻めてるんですけど、突撃艦を使ったプランにしてます。で、ルートライダーですね。このど真ん中がすごくね、幅広い、だだっ広いスペースになってるんで、ここにキングの、フィストと、フィストっていうかなんだっけ、ガントレットと、スパイクボール、打ち込んだら強いんじゃないのって思って、まあそういうプランにしているわけなんですが、そこにね、対してこのタウンホールが少し離れてるじゃないですか。これをどう処理するかって考えたときに、やっぱ突撃艦が一番わかりやすいんですよね。赤バルーン、まあ、バルーン出して、フォーミングとかチェックしながらの後ろから突撃艦、トームに合わせてユニット全部ね、巻き込んでいきます。で、このモノリスもちょっとね、壁の中に入ってて鬱陶しかったんで、ここにクローンの呪文を使ってフリーズで止めます。これだけ。レイジは使わないです。もうクローン使ってるから火力あるんで、レイジは使わない。これで、モノリスと、あと、タウンホールだけをしっかり潰すんですね。まあまあ、そこにちょっとね、近くにあった、エアスイーパーも一緒に潰してますけども。っていう感じ。で、こちら側はね、ジャイアントに竹取りながら後ろからロイちゃんっていう感じでね、差し込んでいく。まあ、この辺はそんなにまあ見るべきポイントもないかな。ただやっぱり、分かってほしいのはタウンホールと、その目の前にあったモノリスを倒すためだけに突撃艦飛ばしていて、そこにフリーズとクローンという呪文4枠分投入してるんですね。で、これだけ投入しても余力出るんですよ。実は。めっちゃ余力出ます。まあ、めっちゃでもないかな。めっちゃは言い過ぎか。そんなにめっちゃではないけど、結構な余力が出るわけですよ。だから、そんなにね、突撃艦とかその突破兵器を使ってバリューを取ろうっていうのは、結構皆さん考えると思うんだよね。すごくみんな考えると思うの。だけど、そんなにそこにヤッキーにならなくてもいいんじゃないですかっていうのが、今日僕が言いたいことです。
はい。このレイジとかすげえ外してるよな。これロイちゃんにこのレイジかかってないのはもう大失敗じゃないかなっていう気がするんだけど。まあまあいいか。はい。わかりますかね。こんな感じで。しっかりと、もうあとは、前回まで持っていきますね。十分な余裕です。だからね、やっぱり、序盤にバックワードを取るっていう攻め方は、確実にその村を全開、もうその時点でできちゃうから、中盤から終盤にかけての呪文の使い方とか、その辺多少雑でもいいし、なんならもう突破者なんかが決まった場合には呪文ないから、もう呪文を使うっていう要素そのものをキャンセルできるんですよね。すごく初心者向けだし、使いやすい戦術に仕上げられやすいっていうのは、仕上げやすいっていうのはそうなんだけど、でもやっぱりこう競った勝負でしっかりと星2を取りながら確実に全開取れるプランを練ってこうって思った時にはもう突撃艦でタウンホール取っちゃうとか突破兵器だけをタウンホール取るためだけに使うっていうようなね方法っていうのが割と効果的なのでそれはぜひねやってみてもらいたいと思います。ちなみにさっきの1本目のエースさんの突撃艦の中身はバルーン7枠の、インドラ、インフェルノドラゴンが1枠。で、僕はもうインドラ入れずにバルーン10枠にしました。もう単純にこの、隣接したね、部分、この、すごく隣接してるこの部分を、取るためだけに突撃艦使ってるんで、まあまあ、別にバルーンとクローンだけでいいでしょってですね。こんな感じの編成にしています。どうですかね？ルートライダー使う場合にもこうやってタウンホール取っていくと結構いいでしょ。で、もう一個ね、これ、今バルーンを使いましたけど、じゃあ、イエティじゃダメなのって思う人結構いると思うんですよね。これね、イエティを使うかどうかの判断基準は、近くにヒーローがいるかどうかです、これ。で、今回僕これね、ヒーローがここ、ロイちゃんがここにいたんで、突撃艦イエティで行っちゃって、で、別に、まあ、クローンを使う、使わない、さらに、まあ、こう、レイジをかける。ってあげるとこの辺の防衛もね多分壊せて結構バリューがバルーンの時よりも大きいと思ったんですよ。だけど、まあどうせね援軍は釣っちゃうのはいいと思いますよ。ルートライダー使ってるからどうせ陸の援軍全部出てくるし、とはいええここのロイちゃんに反応しちゃった場合最悪この壁殴り始めるんですよね。この壁をイエティがバコンバコンバコンってやるでしょ。でそれすげえ無駄だし、なんならこの壁に張り付いちゃうとミニイエティがタウンホールに行かずにこっちのねマルチアーチャータワーとかそっちの方を壊し始めちゃってタウンホールが残るっていう欲張っちゃって2頭を得るものを1頭を得ずですよね。失敗する可能性があるなと思ったんでバルにしました。で確実に落としていこうと、こういうね確実性を取るっていうのが割と初見の攻め方をする場合には結構大事なんで、イエティとかね、プロが結構使ってるのは、それタウンホール周りにヒーローがいるケースでは多分あんま使ってないと思うんですよね。いないから使っている。で、いたとしても、イエティがその動く範囲がほぼタウンホールの真上ぐらいだろうみたいな感じだったら使ってもいいと思いますよ。そこでミエティが発動してもタウンホールに当たるから。そういう、確証が持てないような場面でイエティは多分使ってないと思うんですね、プロプレイヤーも。そういうね、ちゃんと注意はしながら、きっちりと、中に入れるユニットを使い分けていくのがいいかなというふうな気がします。で、ラストですね。この後見ていきましょう。エレさんの。これはラバルになっているのかな。で、まあ、これも結構面白いですね。ちょっとまあ、一番最初、2本前の動画でも言ったけど、この一戦すげえお互いにプラン練りまくってるんで、テクニックがね、いろいろ飛び出してるんですよね。これでテクニックがあるんで、ちょっとぜひ見ていきましょう。イエティカットですね。ここに2箇所穴開けてんな。穴開けて。で、キングを入れていく。アーチャークイーンは右側からこっちに入れていくパターンですね。これ面白いな。で、ゴーレムを出していって、このシングルインフェルノがあるから、これワンチャンゴーレムじゃなくてアイコレでも良かったんじゃないかな説は。あるっちゃあるけどね。どうなんだろうね。で、あ、アイコレも入ってるね。アイコレも入ってきてる。ただシングルインフェルノ先にゴーレムが竹ちょっと。で持たなかったかな。はい、ここ今見た。サッカーボールゴン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 ってやってここにクエイク3発を落として、サッカーボールプラスクエイクでこの、クランジョ周りをしっかり持ってたんですよね。これうまくない？でこうすることによってここにこういう風な大きなカット効果が生まれてるわけですよ。だからラバル回しやすくなるんですよね。まあ、直線ではないにせよ結構直線近くなる。で、ここラバーハウンドまず1体放っていって、で後ろからバルーンガーゴールすぐ出して、で横から追いバルーンをしながら突撃艦、さらに、ストライカーラバーハウンド、このラバーハウンドに今ねトムかけた方ね、ちょっとこいつ変な方向行っちゃったんだけど、でこの突撃艦をしっかりタウンホールに落としていきます。で突撃艦の中身は何かというと、レイジとフリーズが入っての、イエティですね。
はい、イエティが殴っていきます。殴っていくんだけど、これヒーローがさ、寄ってくるけど、これ今、キング殴ってるの分かる？これ。分かる？ここほら。これ、これ、これ。キング殴ってけど、キングタウンの真上じゃん。こういう場合はいいわけですよ。こういう場合にはミニイエティがしっかりとタウンホールを壊しながら、イエティ本体を相手のヒーローも殴ってくれたりするんで、まあ、より、効果が増すわけですよね。こういう風に相手のヒーローが来た場合どこに来るかなってのを想定するんですね。これロイヤルチャンピオンが来た場合にも落とす位置がここだからさ、ほぼほぼ一番近い防衛施設はタウンホールになるでしょ。だから、ミニエティが放出された時に、向かう防衛施設はタウンホールになるわけですよ。これだったら OK なんです。これもしも他のところに、ミニエティが向かっちゃうような場所にイエティが歩っていきかねない場合には絶対にやめた方がいい。ここほんと気をつけた方がいいです。で、まあ、イエティ使えると判断した場合には、ロケットバルーンとバルーンをね、イエティ2体に、追加してあげると、まあ、ロケバルとかバルーンが出てきた瞬間にタウンホールに一撃に、2撃ドンドンって加えて、サクッとこうね、タウンホールを落とすことができるんで、まあ、このね、ロケバルとバルーンも、イエティの残った枠として使う分にはおすすめの編成になります。ということで、今日3本ですね、突撃かけタウンホール取るパターンの攻めを見てもらいました。全部違うよね。ライドラにしても、ラバルにしても、ルートライダーにしても、みんなこういう風に突撃艦を使うっていうのが、効果を発揮してくれています。で、当然ね、投下弊社を使うとか、シューターを使った方が、攻め全体のパワーとしては強くなるんですよ。でも、タウンが、終着地点にあったりするような攻め方、今の攻め方、まあ、3本とも、僕の2本目はまあ割と中盤だけど、一歩違えば終盤にね、タウンホールがなりかねないんで、そういう風なリスクがある、星1になっちゃうリスクがある場合には突撃艦を使っていく。で、その中身は、イエティにするのかバルーンにするのかって話ですね。で、ヒーローとかにイエティが引っ張られちゃって、タウンホール取りきれないような場合には、バルーンにするし、それがない、ちゃんとイエティでタウンホール取れるなっていう場合にはイエティにしておくと、タウンホールを取り終わってからね、もう一仕事してくれたりするんで、そこら辺の、ユニットの使い分け方がおすすめかなというところです。どうでしょう？結構これ覚えておくだけでも攻めのバリエーション相当豊かになりません？皆さん今までタウンホール取れるかなこの攻め方、まあやってみっか、ワンチャンいけるだろう、はい失敗しました、星1みたいなね、経験結構あると思うんですよ。で、そういうような星1をこれでなくすことができるんで、ぜひぜひ試してみてもらえたらというふうに思います。かなり有効な方法だと思うんで、皆さんからのコメント、グッドボタン、チャンネル登録お待ちしながら見てもらえるのを楽しみに待っております。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございます。次がね、このサムライさんとの JWC の中からの動画最後の4番目になります。絶対にやらせちゃいけない攻め方1個紹介したいというふうに思いますので、日本クランだったりでない場合ですね、まあ、マジでこれ1本でボコボコにできちゃうんで、悪用現金スーパープランお楽しみにください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。